クルジュイコールナポカ市電は、ルーマニアの都市である、クルジュイコールナポカ市内を走る路面電車。1980年代以降ルーマニア各都市に建設された路線の一つで、2020年現在は、クルジュイコールナポカ市が所有する、クルジュイコールナポカ交通公社によって運営が行われている。もともと、クルジュイコールナポカ市内には百九十三年八月十一日に、 開通したスチームトラムを用いた軌道が存在しており、最盛期には全長9 3トルの路線網が存在した。将来的には路面電車の導入も計画されていたものの、事故の多発や利用客の低迷、財政悪化などの影響から1902年をもって営業運転を休止し、以降はわずかな貨物輸送が行われたのみで1909年をもって廃止された。 その後、クルジュイコールナポカ市内における交通機関の主力は自家用車やバスなどの自動車であったが、1970年代以降幹線道路の混雑が大きな課題となっていた。一方、1980年代以降ルーマニア政府は自国通貨の海外流出を抑えるため、石油の輸入を抑制する代わりに各都市へ路面電車を新設する方針を決定し、 クルジュイコールナポカにも路面電車が復活することとなった。そして1987年10月と11月の2度に分けて市内を東西に結ぶ路線が開通した。だが、1980年代に新設されたルーマニア各地の路面電車は短期間での不設を目的としたため不十分な投資のまま営業運転が開始された経緯があり、クルジュイコールナポカ市電でも早期に これらの劣化や、それに伴う、騒音、振動などが問題となった。そのため、2011年以降は、欧州連合からの投資を受けて、路線や、施設の改修、バリアフリーに適した、超低床電車の導入などの近代化が継続して、行われている。市電の伝停2020年現在、クルジュイコールナッポカ市電は市内を東西に結ぶ。 全長1 3トルの区間を有する。路線はこの一つのみだが、ルーマニア国鉄のクルジュイコールナポカ駅と接続する、駅前旧広場電停を、始発、終着点とする100.101号線と、東西の全区間を走行する102号線の合わせて3つの、系統が存在するほか、1 0号線と102号線については、路線の東端にある車庫への入り出場を兼ねた。 派生系統が設定されている。運賃は、クルジュイコールナポカ交通公社が運営する、路線バスやトロリーバスのうち郊外系統と共通で設定されており、乗車券は1回の乗車につき2.50で購入可能であるほか、身分証明が可能な書類を提出すれば1日、3日、1週間、1ヶ月分の乗車券が発行される。また、 これらの期間を定めた乗車券は電子決済でも購入可能である。運休されているものも含め2020年現在のクルジュイコールナポカ市電の系統は以下の通り。クルジュイコールナポカ市電の開通時に導入されたのはブカレストで製造された連接車の V3A や V2A、ティミショアラで製造されたボギー車のティミスにといった国産車両であったが その粗悪な構造上老休暇が早期に進行したた故障も相次いだため、1997年以降はドイツ各都市から譲渡された車両による置き換えが実施された。その後、2010年代以降は超低床電車の導入が積極的に行われている。2020年時点で使用されている車両は以下の通りである。ありがとうございます。